はい、皆さんこんにちは、ゆうやです。ではですね、前回のあの動画ではですね、ボス戦の手前で終わったと思うんですけど、なあ、この動画はまあそこの続きからですね、あの少し奥に進むと、まあ、ボスがいるという部屋です。ちょっともうここはもうだいぶ手こずったので、なんだこれは、動画で終わらせることにしました。ピカピカしてるの。石？いや違う、鉄でもないか。一体どんな材質なんだ。どこかでこれに、レイミー、フェイゼ、これに見覚えはないか。もしや僕たちが初めて会ったあの時、ああそうだ、あれだよ。あの海で拾った隕石のかけら。間違いない、あれと同じものなんだ。でもなんでこの惑星に。確かに、リムだけなんだかつまらないのよ。あ、その光は？リムちゃん何かしたの？呪文石が反応してる。ってことはまさか、これが病の根源。リムちゃん、もう一度それに近づけてみて。うん、わかったのよ。呪文、燃焼、消去、光、星のすべて。どうなったんだ。おかしいのよ、ルティネーの呪文石が負けちゃったのよ。二人とも離れて。様子が変です。何が起こっているんだ。天使、こんな太刀の悪そうな天使はお断りですね。まったくだ。じゃあやっていきましょう。練習の成果を出せれば。ちょっと待って、これは多分使わさない方がいいよな。おお、こっち来るな。もう死んでるし、もう死んでるし。こっち来んなって。あれ、あの技は使えないから、こっちもこれでいいかな。ガラでいいかな、今んとこ。回復間に合ってないけど。ああ、当たってないんだよな。
俺を狙うんじゃない。高速が長い。するしかないかも。死ぬかなぐらい。動けないんだけど。ハマってるし。ありがとうございます。やっぱ下落ちてきたって言わないとダメージ入らんか。まともに早く回復しろよ。早く回復しないから、もう。
うた。行くわよ。攻撃範囲広すぎ。当たってない。あ、ダメージ取ったはずだけどな。連続攻撃ができないから。ああ、マジックポイントないし、こいつ。こっち向いてる。
お、早く降りてこい、早く降りてこい。やばい、そうそう、ああ狙われてるし。もうこの着るものうざい。もう、わざ撃ったらこれだし。凍結早く直さんと。し、危ね。早く降りてこい。早く降りてこい。まだ死なないの。痛い。一パターンはまってるっていうね。当たってねえんだよ。またかよ。もうこのうざい。ダメだ、やっぱり死んじゃったか。間に合わない、間に合わない、間に合わない。ああ、もうそろそろ死んでもいいとるだけどな。ああもう。
そう。しかないよな。横からでもダメか。ああ、すでに死んじゃった。なんだと。最後の1個使うか。なんであいつ呪文使わないんだ。ああ出た。っていうのもない。死なないのよ。そうでしょ。早く見てこい。まだしないか。終わった。最後の一つ。攻撃するから。ああまたかよ。ああ
当たってねー。まだ死なんの。もうあとどれぐらい残ってんだこれ。もうこれ必要じゃねえ。ああまた俺の攻撃が当たってないし。回復追いついてないよ。よし。まだしなんか。しぶとすぎじゃねえこれ。どうでしょう。まだ終わんないの。加減死んでもいい頃でしょう。
まだ終わんねえか。食らうしな、これは。死なないの。やばいか、やばい、死ぬな。動いてこずった。どうなってるんだ。病の根源、採取失敗ですね。まあやっと倒したから、まあこれでいいか。一応死んじゃったけど、まあ、とりあえず倒せたんで、あのエッジは死んじゃったけど、まあ倒したんでこれでよしとします。じゃあ、はい、動画の方はこれで締めたいと思いますね。まあ、とりあえずさっきのボスの攻略だけしたかったので、配信外で。ライブ配信外でですね。では、動画の方はこれで終了したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。失礼いたします。お疲れやー。